はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル続きをやっていきたいと思います。棺の祭事場にとりあえず戻ってきて、前回ですね、この最下層の鍵を手に入れたので、最下層に向かっていきたいんですけど、その前にね、もうちょっと世界を見て回りましょう。クリアは多分できないと思うんだけど、アイテムを回収しつつ、ソウルが溜まったらレベル上げて、武器とか防具とか鍛えて、準備が整ったらちょっと最下層の方に向かっていこうと思います。で、現在の装備ですね、前回イノシシ頭をつけてたんですけれども、外して、この黒革の鎧と黒革のブーツだけになってます。で、そうすると装備重量ですね、53.0 で今 12.9 なので、これね、ローリングがね、警戒になるんですよ。別に今回はね、攻略していくっていうあれじゃないので、警戒に、動いていける装備で進んでいきたいと思います。この人に話しかけよう。なんで武器を鍛えねえんだ。いや別にもう鍛えてやるよ。アストラの直剣とか今プラス3だけどね。あとですね、そうこいつ助けたんでここに来てるんですよ。不甲斐ないところを見せてしまった。お互い無事で何よりだ。何回かね、話しかけるんだよね。若い聖職者3人もやってきた。あ、そうなんだ。あ、墓場に向かってったって話。早くてさ、聞き取れなかったんだけど、2回目のそのお話が。これなんか魔法売ってくれそうなあれだけど、売ってくんないね。ってことは、あ、いるじゃんいるじゃん、人が増えている。じゃあまずはこのこいつから。待ち人が来ました。彼らと旅立つでしょう。もうあまり長くありませんね。残念です。うん、それだけ。結構さ、喋ってるけどさ、ムーンだけなの。なんだ君は、随分と汚れた身なりだ。こんな場所だからってあんまりじゃないか。少なくともそんな形でお嬢様に近づかないでくれよ。きっとびっくりしちまうからな。余計なお世話だ。俺は近づく。あなたも死なのでしょう。慣れ合いは不要です。己の使命を果たしましょう。さもなくは我々はただの呪われ人です。これ正面から顔とか見れないのかな。お、見れるね見れるね。なんか覗き込んでるようで。慣れ合いは不要と申し上げませんでしたか。なんか怒られちゃったから、このままこいつらはじゃあ地下として。3356ソウルあんのか。レベル1上げられそうだね。ちょっとレベルアップする。もう絶対ね、この世界を回ってる間にねロストするんで、筋力が上げとこう。あ、イノシシ頭がいる。で、大体ね、このダークソウルをやり始めて最初棺の祭事場に来るじゃないですか。で、はっきり言ってどこ行ったらいいか分かんないんで、みんなね、ここら辺。あ、なんだ。あ、そうだ、なんかいたね。なんか現れるんだよね。いいやん。大体こっちの方とか行くんですよね、最初。俺が少し奥まで行ったところなんですけど。みんな死んでるよね。で、ここもね、そのさっきの人たちが旅立っていくところではあるんですけれども、こいつは強いんで、今のこの状態でもうこれしかダメージが通らないんで、いっちゃん最初に来るともうマジで歯が立たないっていう。で、しかもこいつは倒してもね、なんか蘇るんだよね。神聖な属性が付与されている。あ、いたたたたた。武器じゃないと倒せないんですよ、完全に。いっていっていって。で、プラス50にしかならないからね。で、骨が砕け散ったんですけど、復活はしてこない。アストラの直剣だからちょっと分かんない。復活してこなそうだね。エストミン飲んじゃおう。で、ちょっと奥行ってみますか。見るだけ。最初にね、アイテムも取ったんですけど、
果たしてこう倒しながらどこまで進んでいけるか。基本的に複数を相手するな。これで43とか60とかそんなもんしか通らないからね。よし倒した。もう一発入れれば倒せそうだけど油断は禁物。オーラ、このソウルもロストするんだろうな。ここら辺で死んだらもう次来る気になれないんで。あれどっち行けばいいんだ。でかでかでかいって、もうここでやられると。だと大体ね行くのはね小ロンド遺跡なんで。ああ人間性持ってたんだけどな。まあ回収しに行く気力はないので置いときましょう。その顔は人間性も限界と見えるな。だが分からんね、人間性ならそのあたりのグッズが無駄に持ってるじゃないか。ああなるほど、いやそいつらから奪えと。よいしょ、ちょっと小ロンド遺跡の方も見ていきますか、せっかくなんで。もうちょっとね奥に進んでいきましょう。小ロンド遺跡でどっちから行くんだっけ。こっちか。なんか鍛えられるのある？武器。お金がないけどね。だからアイテムだよアイテム。ソウルの太矢とソウルの矢、魔術師の杖。あこれしか売ってないんだっけ。いらないな。さよなら。あこっちですね、こっち。この先にね進んでいきたいんですけど、ここも相当後で来るところなんで、とりあえず駆け抜けていきましょう。亡霊みたいなのがね出てくるんですけど、呪われてないと攻撃できないんだよね。攻撃が通らないんで、もう全死かと。で一つアイテムを取りに行きたいんだけど、どこにあるんだかわからない。こっち落ちたら死ぬっけ。あ今ちょっと左にちらっと亡霊が見えたけど、んどこだ。あ、あれあれあれ、おーおいちょっとねここはねアイテムを回収しておきたいんですけど、まあ、とりあえず行こう。弱点を走り抜け。まあそうだよね俺の死んだ跡が見える。あそこはちょっと行けないなっていうのを覚えておこう。どこだっけな、そんなに奥まで行かなかった気がする。うわちょっとこいつらは本当に構ってらんないんで。え上まで登るっけ。アイテムの位置をこっから確認しよう。ああれだよあれ、あそこに光ってるじゃん。あれをね回収したいんだけど後ろから来てんな。これ飛び降りた方がいいか。くらった。こっちから行くのか。落ちるんだか落ちないんだかよくわかんない。暗いよね。あ待って落ちそう。こっちか。あれこれ死んだ後、え大丈夫。いいや進んでいこう。取る、ゲットしたぜー。ひもり目の魂、もうあと思い残すことはない。さようなら。よしよしよし、これさえゲットできればここに用はない。だ最初にねここに来てね突っ走ってこれを取ってもいいんですけど、ま今来ましたと。じゃあちょっとひもりめさんのところへ行きましょう。エストビン強化、魂使ってエストビンを強化しますか。はい、よーし、エストビンプラス2ですね。やっぱり最下層へね向かう際にはこういう強化も必要になるんで、であ
とはちょっとまた浄化不死教区の奥の方まで行きますか。でここですね、浄化不死街のところなんですけれども、まああのデーモンのちょっと前のところね、ここにね黒騎士がなんかいるんですよね。これ倒せるかな。こそこそ行ってまずバックスタブ取れっかな。ゲッ、バックスタブは取れなかった。あとはもう怠慢だ。うわあ、削られるスタミナがやばい、危ない。全然減らないんだけど、スタミナがゴリゴリ削られんな。回転、逃げる。これで一発やったら後ろに逃げる。でスタミナを回復する。倒せそうではあるけど、やばいやばいやばい、危ない。回復、ちゃんと攻撃を見切って。今の食らったの。逃げる。そうか、スタミナが切れたのか。ほら、ガーッ、やばい。よし、倒したー。くさび石の塊、いいね。エストビンプラスになんかやっぱりだいぶ回復する量が違う気がする。でこれ奥行くとなんかアイテムがあるのでちょっと取っていきましょう。お、青い涙石の指輪、どういう子か。指輪とか俺全然持ってないからな。ヒットポイントが低くなると防御力が上がる。もう間に合わないからね。一応何も持ってないから装備しよう。あ、重量があるから、あ、外しちゃった。 12.9、 あ、まだ全然大丈夫だ。指輪は確かに全然重くないからね。よし、ゲット。ようやく指輪を一つゲット。この奥とかは特に何にもない。これ死んじゃうね。これ死んじゃうやつらね。一応ここに落としても倒せますよっていうあれかな。じゃあもうちょっと先へ行きましょう。でちょっと進んだ先ですね、ここ上行くとあのデーモンがいたところで、一応メッセージ読む。鍵が必要。そう、万能鍵で開けたところになりまして、ここはここでねまたとんでもね強敵がいるんですよね。黒騎士よりも全然強敵だと思うんだけど、あれ、ここは何もない。もうちょっと下に降りる感じか。そいつは倒せないと思うんだよな。2800ソウル多分ロストするな。いるね。気づかれてる。登ってくるかな。登ってきてるし。ちょ、待って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 、ここでさ、いや、ごつすぎだよこいつ。26とか無理でしょ。あれ、なんだなんだなんだ。一応後ろ取れんな。おら、全然ない。この後ろ取っても全然だな。うわ、でもこいつはあのロックしない方が大振りだから戦いやすい。いて、一発で殺された。こいつの装備がねめちゃ強いんですよね。でここは無理なんで、またちょっと別のところへ旅立ちますか。で浄化不死教区、この上にもね黒騎士がいるんで、黒騎士だったらまあ戦い方次第ではなんとか倒せるけど、狭いんだよねここ。ゆっくり行こう、ゆっくり、まあ、倒すとね強化に必要なねくさび石とかさっきもらえたんで、こいつは何くれるかは知らないけど強そうだ。まあしかもこっからなんか弓とかで、いやなんか余計なことして怒らせてもあれだしな。よし、先生、どんどん行こう。ちょ、怖い怖い怖い。これさ、下にさ落下させてさ、
おお、いってうお、つえ、こいつは無理だ。もうちょっと諦めましょう。はい、じゃあ鍛冶屋のいるところの、火ですね。ちょっと一応こっちもね、道は続いてるといえば続いてるんで行ってみましょう。この先行けないんだけどね、閉まってるんで。ここに人がいる。考えふけっていた。カタリナのジークマイヤー、少し難儀している。門が開かない。ずっと待ってるんだがどうにもならん。ここへ座って思案している。悩んでるんだよ。はっはっは。まあ、自分で開けようとは思ってないよね。開かぬ、開かぬなぁ。うむ、うん、これだけですね。じゃあ戻って鍛冶屋の先へ進んでいきますか。楔のデーモンがいたところですね。3400円あるからなんか鍛えられるかな。ここに来るまでにちょいちょいソウルが溜まっている。結局ね、アストラの直剣鍛えるためには光ってるなんとかが必要なんで、それはね買えないんすよね。3400円だからな。アルトリウスの紋章も欲しいんだけど、通常武器何か鍛えてく。これって1個800円、武器強化。アストラの直剣はもう全然無理だな。光る楔しか、ここまで来ると2つ必要だからね。で、飛竜の剣も鍛えられないしな。ツバイヘンダーか。楔石のかけらはそれなりに持ってる。鎧貫き、レイピア系だね。まあ、振りが速そうなんだよね。ガーゴイルって、これちょっとなんかごつくて良さそうだけど、せっかく手に入れたからね、使ってみたい。ハルバードの方が強えじゃん。表示切り替えで。物理102？ハルバードか。筋力も今のところは大丈夫。ハルバードか。ちょっと振ってみる、ハルバード。こいつに当たったら嫌だからな。重そうだよね。アストラの直剣ちょっと外して、ハルバード。おお、こういう感じか。ちょ、上で振ろう。事故ると最悪だからな。月、あ、月、え、なにこれ。縦構えながらは、まあ、無理か。ちょっとさ、よろってなるよね。おっとっとみたいな。あー、重いは重いのか。両手持ちにしてみる。両手持ちで、重いね。やっぱり重いわ。ガーゴイルは、なんか変なのが出始めたんだけど、まあ大丈夫か。あ、ガーゴイルの方がでも振りは良さそう。おら、あ、でも今両手持ちになってる。あ、わけではないよね。これで両手持ちになって、おいおい。あれ、そういえばなんか左上に防御アップみたいな印がついてんだけど、すげえしなってるね。尻尾だからか。ほら、すごいしなってるよ。ちょ、これ使ってってみようかな。縦構えながら、なるほど。ちょ、これを鍛えよう。これはアンドレイが売っている楔石のかけらで、とりあえずはなんとかなるからね。強化しよう。まあ、ずっとね同じものでもあれなので、どん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 強化していこう。プラ5とかにはしたいんだけど、お金がな。まずこれを買っていく。3個しか買えない。まあいいや。よし、 OK。 あとまたお金が貯まったら来ましょう。遠距離狙撃、まあ、走り抜ければねなんとかなるんだけど、どっか無敵地帯がなかったっけ。
壁で、そこから弓をね打ってればね、なんとかなった気もするんだけど、なくなってる？なんか岩の後ろとかに隠れてなんとかなんないかな。こことか全然貫通してくるわ。あ、ここここここ、とかは、あ、ここと、ここ、え、移動してきてる、移動してきてる。あ、ここだね。ちょっとこっからさ、弓でさ、チクチク狙おう。あれ、めっちゃ近づいてきてるよ。全然ダメだ。あいつもちゃんと考えてんな。ここは？うわー、ダメか。ちょ、待って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 。でっかい、移動してたな。俺の一発と向こうの一発、どっちが早いか。ここ当たんの？あ、大丈夫だ。え、当たってる？いってあそこは駆け抜けていこう。え、なんか重くなった気がする。そうか、これ重そうだもんな、まあ、駆け抜ける分にはね。あれはいいや、ロストしても。さようなら。さて、新地帯。あれ、大丈夫だよね。あの外には出てこないはずなんで。うわ、なんか木の化け物がいるんだよね。ぎゅっ、強い、やっぱり強い。3発当てても全然倒せない。あ、これは抱きつき攻撃。100か。慎重にこう、いや、すげえ暗いんだけど、黒い森の庭。いきなりなんか後ろから出てきたで怖えな。来た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 。1234でご利用せるかな。4でご利用せるね。ここもね、なんかいろいろとあるんだけど、あそこに何かがある、取っていきたい。ただちょっと怖い、ここは。あ、来た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 。これで1、2、3、今後ろにいた。ちょっと待って、後ろにいたね。1匹はまず排除したい。かわされた。きちんとガードして。よし、倒した。1、2、うわ、当たらない。いって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 。まあでもあれかな、防御力アップはついてるからダメージはそんなに通らないね。こっちもこいつはね、なんか毒消しそう落としてくれんでね、それが便利。落下が有効。あ、こっから落ちられるってことっていうか、こんなとこにあったんだ、ありがたい。まあソウルだけどね。まあソウルはね、あ、どっちだこれ来たの。こっちでいいんだよね。あそこに光があるんで。後ろからいきなり来るかな。で、ここがそのさっきの2万円で売ってたアストリウスの紋章だっけみたいなのを使うといける。この先幻影あり、幻の壁あり。ピュンとね。ブックマークしちゃう、ここ。いいや、ブックマークしちゃおう。これ開く仕掛けで閉じられているといけないので、まあ、まだいいでしょう。こっちの先へ進んでいきましょう。新しいところへ行くときが一番怖いよね。
で先へ進めるあれがあるんだけど、あそこに宝箱があると。でただ宝箱を取るとね、こいつらがなんか来るような気がしたんで先手必勝。おりゃ何これ取ると多分出てくるはずだから難しい。あれちょっと右にずれるんだけど。いやこれそう、絶対そうだよ。いや俺の記憶はこれ結構だってそこそこやったもん。まあいいや、取るか。じゃあほら来た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 、さよなら。さすがにこんなにいっぱいは相手できないんでこっちへ逃げ込もう。来るの来るね、余裕で来るね。もうここ普通に、これさ、アスタルチョケットどっちがいいの。もうゴリ押す、ゴリ押す。ここは向こうもゴリ押してきてな。無理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 。防具を装備してないから強靭力が全然ないんだよね。いった、はい、意外に広い。あいつは一発だからな。飛び込もう。オラッ、オッケー、こいつも飛び込もう。オラッ、よし。ガーコイルのさ、これとさ、アストラの直剣どっちがいいかなんだよね。アストラの直剣はね、やっぱ使いやすいっていうのがある。ちょっとこっちで行こう、使い慣れた方で。でこの今わかるかな、これぶっ倒れてるよね。ほら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 、あれちゃんと起き上がらないとあれなのかな。ほら痛え、つえやっぱりつえ動きが遅い。これ後ろ取れるのかな。24とか。あでもそんなにヒットポイント高くない、全然当たんねえわって思ったけど。600か、それなりだな。ちょっとここら辺を探索していきましょう。端の方から行くか。戦ってるねあれこれなんかあった気がするんだけど。行って行って行って、ヘビか。あれこれなんか向こうと側に行けたような気もするんだけど、別のあれかな。でなんか瓦礫が来て、アイテムがちょっと前方に見え、おびっくりした。しかしこいつはなんか立て構えながら回り込んで来て攻撃していけば少しゴリ押しても大丈夫。俺の方が早い、人間の方が早い。ゴリ押せる、よーし、オッケー。あれ取りに行きたい。多少危険かもしれないけど、うおびっくりした、びっくりした。無理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 。てかあの騎士もいるじゃないか。おお上級騎士、なんか上級騎士いいね。ちょ、あ逃げろ逃げろ逃げろ。待って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 、多勢に無勢だこれは。マジでこう逃げてる間にね、また他の敵が目覚めてしまうかもしれないからな。引っかかった。ちょっとどうする。あっ、いって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 いて、ちょっと待って、木に引っかかる、木に引っかかる、木にめっちゃ引っかかる。どっか一回安全なところへ撤退したい。あの騎士はまだ来てないけどさ、ちょっと数が多いよ、いかんせん。ちょっと待て、やられたけど上級騎士が取れたね。結構良さそうだぞ、名前からして。まあ、こっからね、行けるからね。ちょっともう一回行こう。今回はなんか完全にあれだね、探索会だね、自分探しの旅。でもまあなんかいいアイテムも手に入ったし。お近いし。一体ずつ
処理していこう。やっぱりああいうアイテムに釣られるとさ、ダメだよね。俺みたいに。あいってーこの木マジか。ちょ、回復してる余裕はないんだよな。なんかやってるよ。マジか。あれなんだ。ちょ待って、動けなくなってる。ギャッツの魔法か。まずあの木だな。木を処理しよう。上級騎士装備してみる。どうせ重くなるんだからさ。上級騎士15、装備重量 4.5。 やっぱ重いな。イノシシってそう考えると結構強くないか。全体的に優秀だね、重さの割には。ただ格好悪いっていうのがあるよね。上級騎士39。やっぱそう、バルデルの鎧も手に入れたんだよね。まあ重さと防御力が見合ってるよね、バルデルの鎧と上級騎士。 11.7 か。これ全部装備すると結構重くならないか。ちょっと一回上級騎士一式、頭もちょっと33.6とか。重っ。いやこれはない、これはない。頭外す。29、53の半分だからね。いやこれもないわ。上級騎士ダメだ、重すぎる。却下なので、黒革の鎧とブーツで。でも全然違うわ。ローリングは全然違う。あの木ってどっから出てきたの。ここみんな死んでるわ。あ、もうすでに復活してるんだね、ここ。あれを取っちゃったから。そういうことか。ちょっと厄介だなそれは。きってロストする、ロストする。うわー、捕まれた。しかもああじゃないよ、もうやられた。ソウルロストだな。復活。あいつらマジ処理しないと。どうせゼロだから1体ずつは来ないよね、どう考えても。絶対これ複数で来るよ。お、ちょっと戦いづらい。しかもほら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 4発1体ずつおびき寄せて。見えない。2体来ちゃったよ。火力が足りないんだよな。ほら、ゴリ寄せ、ゴリ寄せ。よしよしよし。もういない？いないね。だってここのさ、結婚跡がすごいよね。みんな死んでるもん。わかる、気持ちはわかる。あとはちょっと落ち着いて処理していこう。あ、なんかあるよ。そう、これなんかあったんだよね、なんとなく覚えてる。先にこの安全なところから行く。こっちが安全かどうか知らないけどさ、やっぱスタミナだな。スタミナも増やしたいな。180で経験値もらえるんだ。なんかいた、今いなかったか。で奥に行けるね。ちょっと盾を構えながら行こう。なんだあいつ、何こいつ、キモ。カエル行って、強え。しかも飛び込みで行く。ほら逃げろ、一発。よし、ちょっと回復しよう。これ何、これ、カエル、カエルだよね。カエルもちょっと潰れた感じ。大量に出てこられるとちょっと厄介そうだな。クリアリングをしていこう。暗いんだよねやっぱり。でまたあれか、これ動いてる、これは動いてるね。何なんだ、ほら。これはとにかく切っていけばいいんで。それなりにヒットポイントはあるけど、
当たる。よし。そして経験値ももらえる。これすごい見づらいんだけど、俺どこにいるんだそもそも。超謎なんだけど。ん、ああ人か。この先指回り38個評価されて、でもここでさ戦ってるってことはさ、なんかいるんだよね敵が。めんどくせえことになったな。カエルはちょっと一体ずつ処理していこう。あいつは遅いからな。ただ一回殴って、いてー撤退する。エストビン飲んじゃおう。あの騎士はもう最終的には最後に回したいから、こいつまず一体処理する。その後この飛び込みをやると一発で倒せるんだけど、ただ隙が出るからね、ちょっと距離を取ろう。処理できるやつから処理していきたい。ほらほら、よし2発。もう1匹いるから、こいつも処理する。よし OK、 あとはこいつだけ。こいつだけはもう張り付いて後ろを取る感じで攻撃していけばまあなんとかなる。あ、これやばいんだよね。あぶねっ、ギリ。よし、いい経験値だ。どうせロストするんだけどさ。でこっちの方に敵がいたってことはさ、なんかあんのかな。落ちたくないな。メッセージがあるね。宝の予感。ほんとかよこれ、マジ嘘ついてくるからね。下は？下絶対落ちたら死ぬでしょう。あれ、あっちにもまだいる？まだいたか。ま、一体だけだったら大した問題ではない。こっち側に行けるんだな。あ、ここに宝があるね。取ろう。高名な騎士のソウル。死んでる人がいる。なんかあるかなって言って落ちたのかな、それとも戦闘して。いやこれ下は絶対無理だよ。え、いける？いけないよね。いや無理で、無理でしょ。無理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 。いや無理だよ、ここは無理。さっきのこの先指輪ありの階段みたいなところに行きましょう。ちょっと盾を構えながら進んでいく。え、どういう状況？敵がいないんだけど。ん、これはまたあいつか。ちょっと狭いね。狭いけどきちんと。ロックして、まあ一発ずつ確実に当てていこう。あ、これやばい。ラッシュ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 。よし。ノーダメージの状況であれやられると多分間に合わないからね。少しずつやっぱりダメージを蓄積させて。お、これ何？狼の指輪？なんか良さそう。指輪は2つ装備できるよね。強靭度が上がる。やったー。俺今強靭度いくつ？どうやって見るんだっけ？強靭度ゼロ。そこ多分防具によるんだよね。40。強靭度は重要だよ。のけぞらなくなるからね。これはいい拾い物をしたな。来てよかった。指輪をゲットできたっていうのがでかいね。まあ、ここはこれだけかな。ちょっとさっきの広場に戻りますか。メッセージあるし、攻撃が有効。じゃあまたちょっと一体ずつ処理していこう。こいつも倒してないよね。倒してないから、あ、いきなり来た。これいきなり来られるとちょっと待って、無理だよ。遅くなる遅くなるけど、ゴリ押す。なんとかはなったか。
完全に動けなくなるわけじゃない。攻撃とかはできるから。でこれなんか2体横たわってないか、さっき宝を取ったところ。ちょっとスルーしよう一回、やっぱ左から行こう。一体だけ寝そべってる感じだったらな、なんとか全然対処できんだけど、こういうやつ一発だと。お、来た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 よ。あとはもうちょっとゴリ押すしかない。俺が勝つか。よし、多分2発食らったら死ぬな。2体連続で出てこられると困るよね。やっぱり取りに行きたいんだけど。よっ、そうだ、ここにもいたんだ、別物だ、さっきのやつ。もういきなり撃ってくる、何これ。よしよしよし、完全に力押しで回復を使う。いや回復本当役立つわ。もう一個回復とか持っていても良さそうな気もするけど。先生が言う、先生って何、先生、ああれか、多分生きてると呼べるんだな、白ファントムを。で確かになんかボスがいた気がする、ボスがいた気がするんだけどな。遠距離攻撃、そうそうそう、飛んでるんだよね、これ多分ボスだ。4060ソウルか。生身でここまで来るかどうかだな。大体排除はしてあるから、あとはちょっと気をつけて1体ずつだね、やっぱり1体ずつ。ん？どこだ？もうアイテムを取っちゃったからね、目印が分かんない。あ、いた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 、ほらこうやってさ来るんだよね。ちょ、引っかかるのが嫌だな、ここ明るいところに出よう。でこいつも結構さ強いからね。よし、ご利用して1体排除完了。あとはあの木の化け物がすげえ厄介、これでちょっとずつきちっとガードしてくるところがまたあれだね。木の方に行こう。あ、届いてない、あ届いてる。これでさもうチク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 行くしかないよ。木は1対1に持ち込めれば全然なんとかなるからね。倒した。あいつ引っかかってんな、ここに。何本あれ、145本か。しっかりと。よし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 、引っかかってる。これははめたな。きたちょっと待って。聞いてないよ、それは。もう武器できるっしょ。あ、もう楽勝楽勝。オッケー、排除完了。さて寝てるやつなんかもう一匹いたような気もするんだけど。あ、こいつかな、こいつだね。あれ、倒したやつこいつ。もう死体なんだかさわからんわ。ここに何かある、攻撃が有効。あれ、ここは来たところか。ってことはこっちだ。なんかミニマップみたいなの欲しいね。こいつじゃあ吹っ切る、めんどくさー、ここめんどくさいとこだ。ちょっと待って、ちょっと待って、うわー遅くなってる。あ、大丈夫か、範囲から離れれば。どこにいる、木は倒した。あ、遅い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 、全然ダメだ、逃げろ逃げろ。まずさ木だな、やっぱり木はほんと邪魔。よし、 OK、 これ回復する余裕あるよね、回復で。
これまたあいつハマってる、ハマってるゾーン。よーし、オッケー。結構ソウルが溜まってきたね。使っていきたいんだけどな。あそこの宝も取れるかな、したいか。そうすると大体もう取り尽くした感はある。だってここあれでしょ、でまた結局こっちに戻ってきたわけでしょ、でこれ来たところでしょ。そうすると生身に戻ってちょっとボス戦こなすか。そうだね、こいつらも倒しとこう。ちょ、経験値60。よし、一回戻ろう。で、せっかくねソウルが5800あるんで、ここはやっぱりレベルアップでしょう。持久力、うわもうたっけえな本当に。持久力1上げて、でちょっとソウルを使ってレベルを上げられるようにしよう。ソウル、ソウル、これでいくつ、これでいくつ入んの。200、3000いくつだったっけ。あ、ちょうどいけるね。技量も上げていくか。よし、これでじゃあちょっと人間性を使っちゃおう。何個ある、4個か、それなりだな。人間性を使って死ぬ恐れがあるからね。ヒューマニティなんとか。よーし、これでいきましょう。落ち着いていこう。あ、呼べる、召喚サイン。どうしようかな、手助けしてもらおうかな。まあいっか。 NPC は呼びたい。でここは1体ずつ1体ずつおびき寄せるから、あんまり深入りすることなく。抱きつきはちょっと困る。で1回当てればなんとかなるはず。よし、 OK。 よし、2体目 OK。3体目あと一発、はい、オッケー。だいぶこの苔玉をゲットしたな。でこれは端から行こう、端から。なるべく敵と戦わないで。ここ入ってくんのかなこいつ。やられちったよ、マジか。復活、ちょもう一回行こう。みんなここに出してるんだね。それでみんな中に入っていくのか。エリアはねまたげないはずなんだよね。でここもやっぱり1体ずつ1体ずつおびき寄せる。死んだ。あれどうすればいいの、抱きつかれたら。マジで人間性がなくなる。まあ分かるよ、みんなここら辺に召喚サイン出すの。やっぱゴリ押すのはダメだね。さっき3体一緒に相手にしちゃったからダメなんで、やっぱ1体ずつだ。1体ずつ1体来てちゃんとおびき寄せて
気をついて、はい、処理する。4発かかるのがね、やっぱちょっときついんだよね。あ、来た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 。で、ちゃんと攻撃を誘発してから、はい、 OK。 え、数えた。ジャンピング、しまった、あぶねー、怖えー。で、こいつもちゃんと落ち着いて処理しよう。はい、ラッシュ、オッケー。で、召喚サインどれだ、こいつだ、こいつ、異端の美女、美女じゃねえ、魔女ビアトリス召喚しましょう。だと、まあここら辺の人たちはね、一般人なんで。草木が魔女、ちょ、顔見たいね、顔。ちょっと分かんないな、光ってて分かんないけど何よって感じだったな今。よし、これでいきましょう。じゃあお願いします。で、魔法使いなんで多分魔法をねガンガン打ってくれるはず。あの、いらっしゃってますよね。よし、じゃあボスいきます。ボスのはず、月光町。え、どこ、え、どこ、あ、来た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 。ビアトリスさん、魔法魔法魔法、お、いいねいいねいいね、お、いって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 いて、じゃ強っ。俺何もしなくていいんじゃん。ちょっと回復だけ気をつけよう、早めの回復。ビアトリス強っ。あ、外してるね。あ、来た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 。で、弓でいいや。当たってる俺の弓、22とか超弱いんだけど。あ、これ何、攻撃できる。おら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 、強引にいってるけど、強引にいってるけど大丈夫。ビアトリスさん殴りにかかってるよまあまだ全然ヒットミットあるね。落ちることはない、これ落ちたら最悪だからな。いって、あ、溶けた、ハハハハ、杖ありがとうございます、マジでありがとうございます。月光町のソウル、人間性、よし、消えてった、お役目ごめん。1万、いや強えわ本当に。これビアトリス大先生だね。こっちには何にもない、なんかよくわかんないとこどんどん進んでるけどさ、いいの。まあ、いや、せっかくだからこの中にも入りますか。ビアトリスさん消えたってことはもうあれだよね、本当にこの先は宝とかがあるだけかな。俺何しに来たのここに全然わかんないんだけど、なんかある。ちょ、上まで来て、おお、なんか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 、取っていいのこれ。遺体を漁る、あ、見張りと仮装の鍵、あ、生殖の種火、帰還のコッペン、帰還のコッペン使って帰る。ここ、あ、ここなんか鍛冶屋っぽいね。なるほど。ここに種火があったのか。そういうことね。で、こいつは多分もうなんか、鍛冶屋さんだったけど、その職務を全うしたんだな。よし。じゃあちょっと機関のコッペン使おう。それで帰ろう。結構何個かあるでしょ。6個。人間性があるんでね。あとソウルもあるからね、ダークリングでは帰りたくない。
はい、というところで、じゃあ今回の捜索はこんな感じでいいかな。あとはあんまり行くところないと思うんで、次回こそはちょっと最下層の方に向かっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。